絶叫セール部 10.5 アルシャフトを打ってみます。いい音しますね、これ。さあ、始めました。釣りやゴルフチャンネル。釣りやゴルフチャンネルでは、ゴルフに関するさまざまなことを3選でお伝えする、3選シリーズを投稿しております。過去にはゴルフ場でのアプローチだったり、ショッピング対決などレッスン系からバラエティまで、たくさんなことを投稿していますので、ぜひ過去の動画もご覧ください。今回なんですけども、釣りやゴルフは関西だけじゃないということで、関東の神奈川県にあります相模原店にやってきました。相模原店はですね、最近リニューアルオープンをしまして、店内もとても綺麗でたくさんの用品が揃っております。さらにゴルフクラブ工房や、レッスンスクールなど施設の方も充実しておりますので、ぜひゴルフのことは相模原店にお任せください。はい、ということで今回の企画なんですけども、ゼクシオ12が12月の11日に発売となります。今回の3選は3人がゼクシオ12とゼクシオ X をそれぞれ徹底的に試打をして、試打レビューをするという検証になっております。ということで今回のゼクシは、飛びの翼で大空へというキーワードで、この飛びの翼のアクティブウィングがですね、トップからダウンスイングにかけて、ブレを抑えて、パワーをチャージしながらインパクトを抑えて距離をアップするというクラブに進化しています。ということで、じゃあもう早速シュの方に移りたいと思います。はい、それでは早速ゼクシオ12と X のシダを始めていきたいと思います。その前に3人の自己紹介をさせていただきます。まず私マッツーですけども、平均スコアが約92で、ヘッドスピードが42ぐらいで打ってます。得意なクラブはアプローチウェッジで、年間ラウンドは約20回ほどプレイしてます。夏目リーダーです。はい、私は平均スコアは99です。でヘッドスピードは36、得意なクラブはドライバーとつま先上がりのフェアウェイウッドです。年間ラウンド数は20回ぐらいです。続きまして内田店長です。はい、平均スコアが約83ぐらいです。ヘッドスピードはだいたい44ぐらいですね。はい、得意なクラブはドライバーです。年間ラウンド数はだいたい25ラウンドぐらいです。はい、それではじゃあ早速シダの方をレビューしていきたいと思います。はい、それではゼクシオ12の方から打っていきます。すごいヘッドバランス。いきます。うわ、やっぱいい音しますね。うわ、いい音しますね、これ、いい感触。どんどん打っていきます。おー、今良かったんじゃないか。ちょっと振った時若干やっぱりばらける感ありますね。3球目いきます。よいしょ。これぐらいのリズムがやっぱりゼクシオ増えればいいかなっていう感じしますね。続きましてゼクシオ X 打っていきます。持った感じの安心感すごい。あ、やっぱりいつものフェードが、すごい飛んでる。めっちゃ飛んでる。あ、だいぶ振りやすい。しっかり振れますね、これ。本当に。やっぱちょっと僕ぐらいに振りたい人はいいかもしれないですね。でもテレビに比べると、あ、ちょっと引っ掛けたかな。あ、いい。個人的には X の方が好みです。じゃあ次リーダーお願いします。じゃあ、ゼクシオ12 10.5 アルシャフトを打ってみます。頑張っていきましょう。はい、軽い。お、でも振りやすそう。振りやすいです。軽いですね。いや、でも1球目だから、まあ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 、そうですね。よし、じゃあ2球目いきます。おー、ナイス。いい音しましたね、今。いい音しますね、やっぱ捕まってる、しっかり。あ、でも距離伸びました、ね。だんだん伸びてきましたね。いい感じ。いや、振りやすい。よし、じゃあ3球目。おー、ナイス。おー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 、いいね。今いい感じですね。強一ですね。強一出ました。36でしっかり飛んでる。じゃあ次
じゃあ今度 X の 10.5R シャフトを打ってみます。持った感じはどんなですか？こっちの方がちょっと重さありますね、うん、しっかりめ振れるかな。振ってみてどうかな。そうです。うわ、いい。もう強そうな。あ、これもいいですね。結構いい。1球目からやっぱなんか勢いがありますね、うん、しっかり振れるとやっぱりいい球出ますね。そうですね。X もじゃあ2球目。あ、ちょっとちょっと、ちょっと重さが出たかな。そうですね。ちょっとこれはやばいですおお、うん、やっちょっと眠ったかな。おー、右でも飛んでますね。ただやっぱちょっと重さあるんで、ちょっとばらつきはありそうな感じです、ね、当たれば飛ぶって感じです、うん、あ、なるほど。はい、ではゼクシオ12 9.5 度 S を打ってみたいと思います。打ってみます。おー、いい。うまい。まず、うまい。でも直進性は良さそうな、うん、そうですね。今もミスヒットだったんですけど、あんまりブレてない感じですね。あ、ちょっと右行きましたけど、でも飛んでる感じしますね。確かにミスにも強いね。あ、これは飛びましたね。これめちゃくちゃ飛びました、ね、これいいですね。すごい。ベストが出ました。素晴らしいですね。次、じゃあ続きまして X の 9.5 度 S を打ってみたいと思います。お、ちょっと当たりも分厚い感じです。良さそう。結構打感はこっちの方が柔らかい感じします。あ、いいですね。スピードもぴったり。あ、でもいいと思います。アベレージ飛んでそう、うん、強い球出てる感じです。両方打ってみたんですけれども、どちらもいい感じはしたんですけど、 X の方が個人的にはなんか強い球が出て良かったような感じがしました。はい、それでは、それぞれ3球打ち終わりまして、今からデータを見て総括していきたいと思うんですけども、まず私のデータでいきますと、ヘッドスピード42ぐらいで、バックスピンが3200から X の方が2600ぐらいまで落ちたんで、うん、やっぱりランがすごい飛距離も出てますね。そうですね、これだけ、うん、で打ち出し角もまあ高くて、まあ、しっかり総飛距離が出てきてるんで、まあ、個人的な振りやすさもあって X の方が良かったんじゃないかなっていう結果になりました。続きまして、じゃあリーダーの方は。そうですね、まあ、どっちも振りやすかったですね、うんうん、まあ、特に X なんか意外と軽くて振りやすい感じがしたんですけど、うん、ただやっぱりその全体的に距離見ると、うん、やっぱどうしても X の方がちょっと重さはあるので、うん、まあ、ちょっとどうしても距離にもばらつきが出てしまうので、一回ガクッと落ちたのがありますね。そうですね、うん、当たればちゃんと飛ぶんですけど、うん、なかなかちょっと安定感っていう部分ではやっぱ12の方が、うん、良さそうな感じですね。私のヘッドスピードが大体36ぐらいなので、うん、まあ、そのぐらいの方ってなったら、うん、まあ、安定するのは12の方かなとは思います、うん、やっぱどっちも打ってみてもいいと思います。そうですね、メーカー推奨は多分ヘッドスピード的には12ですけど、そうですね、まあ、店頭でね1回打ってほしいですね、はい、じゃあ最後内田店長のデータは。はい、私個人的には X がデータ的にも振った感じもすごく良くて、はい、まあ、ヘッドスピードは 44.4 で、うん、もう本当に全く一緒だったんですけれども、機械のようなショットで、はい、バックスピンが12が3000超えているのに対して X が2370、まあ、700回転ぐらい落ちたことによって、うん、ランですね、うん、12が 9.7 に対して倍以上の22転がってて、まあ、20ヤードぐらい実際距離も変わってて、捕まりも X の方がドロー回転になってて、うん、12の方が逆にドローかなと思ったんですけど、うん、逆に X の方が捕まってて、うん、私個人的にも意外ですごく良かったなと思います。確かにそうですね、はい、まあ、両方とも綺麗に打ってたからこそでもスピン量とか変わってくるのは本当にクラブの違いがね、明確、ね、に出たかなというふうに思います。はい、ということで、ゼクシオ12と X でお悩みの方は、まあ、結果としてはヘッドスピード42以上の方は、まあ、X を推奨します。それ以下の方はゼクシオ12を僕たちは推奨したいと思います。まあ、ですけどもスイングはね10人トイロありますので、ぜひ店頭の方で皆さん試談をしに来てください。
また次回もゼクシオの動画この3人で撮りますので見ていただけたらと思います。はい、じゃあ今日の動画良かったという方は、グッドボタンとそしてチャンネル登録の方もお願いします。他にやってほしい企画等ございましたらコメント欄の方にもお願いします。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。バイバイ。